皆さん、こんにちは。アジアで生き抜いてます。はい、イエローケイちゃんです。今回のね、動画までおそらくね、イエローですね。おそらく次回の動画、次の動画からはですね、また、ピンクのケイちゃんかブルブルケイちゃんに変わります。はい、相変わらずどうでもいいんですけどね。はい、今回の話題なんですけども、ですね、この話をするときは私もね、いつもね、気をつけて話さなきゃなと思ってね、でも話、やっぱりね、非常に重要な問題なんで、ここのところちょっとね、続けて話したりはしています。皇位継承の話ですね。で、先日22日前にですね、岸田政権下での有識者会議が行われて、一応2案ですね。まず一つ、女性皇族が結婚後も、皇族の身分を保持するという一つの案と、もう一つは、例のですね、旧宮家、GHQ によって解体された旧宮家の男系男子の、を養子としてですね、皇族復帰させるという、一応2案に基づいて、岸田首相に報告をされたというようなことで決まりましたっていう話なんですけどね。ただそれに対してですね、実際の皇位継承に関わる問題、例えば、女性天皇、例えば女系天皇というそういった話題に関しては、まあ以前から同じですね。やっぱりね、自民党がね、保守政党でいる間はこれは変わらないですね。やっぱりそれに関しては、その是非に関しては触れることなくですね、さっき申し上げた2案で進めることになりましたということが一応、岸田首相に報告されましたということですね。なので、まあ、まだまだですね、この皇位継承問題に関しては議論がこれからどんどんされていくにしてもですね、一応この2案に基づいて話がされるというようなことになりましたという、ちょっとね、やっぱりまあちょっと残念な部分もあるかなと、ちょっと私も以前の動画で話しましたけども、ちょっとあんまり言いませんけどね、これ非常にね、繊細な部分なのでね、ただやっぱりね、日本のこの皇位継承権に関しては皇族の人数がね少なくなっているというような現状を踏まえて、やっぱりいろんな観点で話を進めなきゃいけないっていうのはやっぱりありなんじゃないかなと思いますね。そういった点で、やっぱりこうやってね、的を絞って、今の時点からこうやって的を絞ってもう2案だけよっていうのはちょっとどうかなという感じが私は受け取ります。でですね、まあそういう、今はね、日本の、俗に言われる有識者会議によってそういう方向性が示されたというようなことだけなんですけども、ちょっとね、今回はですね、どこだっけな、朝日だ。朝日ですけどね。朝日なんですけど、一応朝日新聞のデジタルの方で、記事として挙げてたんですけども、じゃあ具体的にですね、やっぱりその、ある程度伝統のあるヨーロッパの王室ですね、皇室じゃなくて、ヨーロッパの王室の王位継承という観点で言うと、ヨーロッパではどうなんですかっていう話をね、ちょっと記事に挙げてました。なのでね、あくまでもちょっと日本の伝統とヨーロッパの伝統、なおかつ皇室と王室と同じごっちゃに混ぜるっていうようなことではありませんけども、ただやっぱりある程度の伝統があるこのヨーロッパの王室という観点で見た場合でも、というのはね、こういう考え方もあるんじゃないかなっていうことで、ね、ちょっとね、ご紹介をさせていただきます。もう一回ね、申し上げますけども、これがいいっていうことじゃなくてね、ヨーロッパでもいろいろ今までのですね、特に戦後の歴史を通じてこういったような変遷がありましたっていう中で、そういった考え方もあるんじゃないかなっていうことですね。それだけちょっとね、お話しします。でですね、この朝日新聞に書いてあった内容で、ちょっとね、申し上げましたように、特にやっぱりですね、第一次世界大戦と第二次世界大戦、やっぱりこれはね、ヨーロッパがね、実際の主戦場になりましたので、そういったようなことを、やっぱり境にですね、実際の、日本では皇室典範ですけども、ヨーロッパにおいてもこの王室に関するね、法令という意味でも変わってきたというようなことがやっぱりね、ヨーロッパでも、明確ですと。例えばですけども、特に第二次世界大戦後、まず最初にですね、どこだっけな、確かデンマークでしたね。デンマークが1953年にですね、それまでやっぱり男系男子にしか認められなかった王位継承権、それに対してですね、一応女子にも与えることができますよっていう形で、まず、ヨーロッパではですね、胃の一番に、その王位継承権に関わるですね、法律が改正されましたっていうのは、最初、デンマークがありましたと。で、それはデンマークから始まったんですけども、その後ですね、いろんなその経緯を得て、例えばですけども、
デンマークの後で言えば、お隣のスウェーデンが1979年の法改正で、もしくはですね、その後も、例えばですね、どこだっけな、1983年にはオランダ、1990年にはノルウェーで、91年にはベルギーというような各国ですね、やっぱりだん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 ですね、まあ右に習いじゃありませんけども、この俗に言われる王位の継承権が、まあどちらかというとその男女どちらでもというかですね、そういったような形に徐々にですけども、動いてきたと。ただし、最初はですね、そういうような形で女性にも、まあ、王位の継承はされますけども、あくまでもですね、例えばですけども男子優先、もしくはですね男女どちらでも優婦というような形になったとしても、あくまでも長子優先、すなわち第一子が優先だとかですね、そういったような、中で、まあどちらかというとまだまだですね、まあやっぱりその男子優先というようなことではあったんですね。ただやっぱり流れとしては、さっき申し上げましたように、このヨーロッパの各王政というかですね、王室でも今まではその日本の今現在の皇室典範に明記されているような、あくまでもね男系男子に限りますよっていうような中から、女子にも皇位継承、王位継承ができますよっていうような流れが少しずつ少しずつできてきているというような話はありますって話なんですね。だからこういったようなね動きを果たしてですね、どういうふうに、日本でも受け止めるかっていうようなことが、これからのそのですね、一応有識者会議ではね、さっき申し上げた2案に基づいてこの皇位継承策というかですね、それを議論するっていうことになってますけども、やっぱり多少なりともですね、このヨーロッパのですね歴史を考えた、同じような歴史を考えた場合でも、多少なりともまあ一つの意見としてはね、考えてもちょっとねこれは考えてもいいと私言いませんけども、そういうような話にもなるんじゃないかなという気がいたします。で、例えば、まあ、代表的なところで言えば、やっぱりイギリスですよね。イギリスのやっぱりエリザベス女王というようなことも考えるとね、まあそういうような流れもあるかなという感じはしますですね。ただ、あくまでもやっぱりそういうような形で法改正がされたとしても、依然としてですね、やっぱり第一子が、長子が優先されるという点、もしくはですね、男子優先という、優先という流れはね、未だにあることはあるんですよね。だから、このヨーロッパの流れが全て正しいかといえば、という感じではあるんですね。ただ、やっぱり今日本ではですね、まあ、とにかく固くなりですね、もう、あくまでも男系男子、これは絶対に、特に今、皇位継承権の第1位の家宮殿下、第2位の悠仁様、悠仁親王というですね、これは絶対に歪められないというですね、そういったような、かたくなに、固執する点はちょっとね、どうかなという気はいたします。これは私のね、あくまでのね、勝手な意見ですけどね。まあ、かといってですね、やっぱりね、イギリスというかですね、ヨーロッパの王室と、やっぱり日本のね、2700年の伝統、ちょっとね、やっぱり違うよね、という気がしますよね。非常に、難しい問題ではあるんですけどもね、ただやっぱりあくまでもね、ちょっと冒頭にお話ししましたように、あくまでも事例としては、今回ね、22日に決まった、要はああいう形で2案ということで決まった有識者会議、一応決まりましたけども、かたやちょっとですね、ヨーロッパの王室というふうにちょっと目を向いてみると、そういうような流れもありますっていうようなところでね、まあこれからね、そんな簡単に決まる問題じゃありませんので、そのね、日本で議論をこれから進めていく中でも、そういった形の、まあ、事例というかですね、そういったものが入ってくるかもしれないというようなことをね、ちょっとね、朝日新聞なんかでも述べてましたので、ちょっとお伝えさせていただきました。難しいと思います。本当にね、この問題だけはね、簡単に、私も前回ね、やっぱり同じような話をさせてもらいまして、やっぱり皆さんですね、これはね、本当にね、いろんな意見が出てくるんですよね。本当にそう思います。やっぱりコメントいただく方にとってはですね、やっぱりね、あくまでも男系男子という方もいらっしゃいますしね、やっぱり昨今の、愛子南氏の殿下のですね、非常なその人気の高まりとともにですね、いや、やっぱりね、女性天皇を認めるべきだというね、そういうご意見もいっぱいあるんですよね。だからね、単純にはね、1たす1は2じゃないと思います。この問題だけはね、私が普段話している経験問題、こんなものは1たす1は2なんですよね。
悪いものは悪い、ダメなものはダメでね、いいものはいいって、もうあの問題に関してはもう完全にもう1たす1は2でもうね、割り切り、もう完全にね、もうそこで、話が、もうね決まるんですけども、このね日本の皇位継承権のね皇族が少なくなっている中での皇位継承権、これはね単純に1たす1は2でね、計算できないというようなことがあると思いますね。ちょっと話長くなりましたけども、今回はご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんどのように思われるでしょうか。またぜひいっぱいご意見ください。ご視聴いただきありがとうございました。失礼します。それではね、バイバイ。